3年の大橋です。僕がトライに通って良かったと思った瞬間はこちら。定期テストで100点を取れたことです。高校になって100点を取ったのは初めてで、トライの授業の成果が出た時はとても嬉しかったです。これからも先生のご指導のもと受験合格へ頑張っていきたいと思っています。トライでは先生と生徒さんで1対1で授業をするんですが、その時に生徒さんがわからない内容を質問してくれと聞いた時に、先生が説明して、でそれで納得してくれて、なるほどとか、わかりましたとか、そういうことかとか相槌を打ってくれた時が一番やりがいを感じる瞬間です。